ふたりパパ。シーナ。皆さんこんにちは。ふたりパパのみっつんです。まだまだ続く日本編。今回は浴衣姿でリカパッパが大好きな日本の祭りを練り歩きます。みつパパの地元名古屋は角王山で、昔懐かしかき氷に名古屋風みたらしってどんな味？おむすびならぬうむすびとは？そして日本に住むいとこたちとの楽しい家族時間まで、どんな思い出ができるのか、最後の花火や予告編もお見逃しなく。それでは行きましょう。ふたりパパの名古屋グルメも登場、ぶらり浴衣で夏祭り。お祭りです。千葉田でビール飲んでもいいの？いいね、うん。ここは名古屋の角王山。みつパパの実家である名古屋に帰ってきていた二人パパ家は、息子くんの日本のいとこたちと日大寺に続く参道で行われた夏祭りにやってきました。日本で唯一考古学的な裏付けがされている仏舎利が収められている由緒あるお寺。みつパパはこの近くの出身なんです。全部飲んだ。喉乾いてた。みんなで浴衣や準備を着て日本の夏を満喫します。まず最初に息子くんが狙ったのは、かき氷食べる。かき氷、こちら大正時代創業の鶴屋さん。店頭でみたらし団子を焼き、店内ではお好み焼きや焼きそば、おでんなども食べられるお店。レトロなかき氷機がいい感じ。めっちゃいい匂い。みたらし、みたらし見た？お団子焼いてるの見える？すごい、氷がすごい回ってるね。ありがとうございます。見た？氷回ってるの見た？さあ息子くん、オーダーできるかな？いちご、あの持ち帰りできますか？いいですよ。じゃあお願いします。450円です。はい。お祭り中の大人気のお店、息子くんはちょっとお待ちくたびれたかな。マスク、あ、大盛りだって。ありがとう。それは蜜？これ蜜です。へぇ、色のやつがあのシロップじゃないんで、あ、そうなんだ。はい、別々なんですよ。初めて見たかも。ありがとうございます。ちゃんと両手で取りな。ありがとうね、お待たせ。ありがとうございます。いただきます。家族で集まっているところに来て、お待ちかねのかき氷。おいしい。ジュースかかるで。おいしい。まだ暑いから、冷たい。あとでみつパパにもちょうだい。欲しい。優しい息子くん、みつパパにもお裾分け。うん、すごい美味しいねこれ。うん、本当に美味しい。みたらし買ったよ。食べる。ちょっと待って、暑くてぼーっとしちゃう。すごいいっぱいあるね。そう、このみたらし、この包み方、みつパパが子供の頃と同じ。名古屋のみたらしには特徴があるのですが、5個の団子は焦げ目が強く焼かれ、先端から串が飛び出て、甘さはほとんど感じない醤油だれで焼かれているもの。タレがないのでこの包み方ができるんですね。上京した時はみたらしが甘くて本当にびっくりしました。リカパパに名古屋のみたらしの感想を聞いてみましょう。大丈夫か？なんか砂場みたいなことやってる。醤油味。醤油味。うん。めっちゃもちもち。めっちゃ柔らかい。うん。昔こういうの売り歩いてたんだけどね。なかった。うちの周りってこういうのこうなんかカート引いて、夏はそう焼き芋みたいな。夏はみたらし団子と練り飴。うん、で冬。そう、水飴で、冬は焼き芋屋さんやってた。おじいちゃんが一人でリヤカー引いて、その味にすごい懐かしい。そう、冬だけだからね。そうこの団子めっちゃ美味しい。お姉ちゃん食べる？結構並んでた。かき氷はかなり並んだ。飲み切った。ごちそうさま。ごちそうさまでしたわ。はい。そして参道をちょっと歩いてみることに。
参道を進んだ二人パパ家ですが、気になるのは美味しそうなものばかり。次に目が止まったのはこちら。すごいね、おむすび美味しそう。食べる？いらない。煮すぎ。ねね、近すぎ。1個欲しい？本当に？でもそれ魚だよ。一口じゃあ食べて。食べてみよう。うん、ありがとう。あ、買ったよ。あ、買った。うん、そうそう。いいよいいよ。姉ちゃんとこ戻る？それか。あ、そうそうか。うん。またあれを食べるって。あ、同じ場所。うん。すぐ引っかかっちゃった。うなぎ、うむすび。うむすびが美味しそうで。うむすび。どう？うむすび。美味しい。美味しい。これはちゃんとうなぎの。ありはします。甘め？タレが。そういうわけではない。甘めじゃない。うん。あ、うなぎが。でも見て見て。うなぎ一気に来た。うん。うん。え、マジで？ちょうどよかった。姉さん一回しか食べたことない。うなぎ？うん、美味しい。給食で。うまい。そっか、給食で出たから何回も食べたの。給食でうなぎ出るの？出る。マジで。贅沢。あ、名古屋飯か、うなぎのひつまぶしだからか。うなぎ出るの？すごいね。出る。どこ行くの？おにぎり欲しい。なんか、最高の形ね。じゃあ違うとこ見に行こうか。ね、ビー玉の専門店があるらしいよ。行く？行こう。マイボーぐらいで。すごい、急、すごい一気にエンジンかかった。すごい人で。3年ぶりの開催でにぎわうサンド。お祭り散歩によかったらお付き合いください。フルーツサンド屋さんとかがあるのかな。そしてこの奥にはヨーヨー釣りや輪投げなどの懐かしのゲームコーナーがあると聞いてやってきたのですが、中止？今飛びすぎちゃったんで、あ、2、30分したら60分になれば、なるほどね。でも息子くんお目当てのお店を見つけましたよ。ここビー玉屋さん、見て見て、めっちゃいっぱい可愛いのあるよ。大きいものから小さいものまで、彩り鮮やかなビー玉たちに釘付けの息子くん。いろんな大きさのビー玉もあるね。こっち側来る？ねえ、2が5個以上持ってる。あー、すごい綺麗。それで決まった？オッケー、じゃあ買いに行く？まだ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 計算しないといけないから、ちょっとお姉さんにお任せして。いくらになるかな。517円。はーい、どれ見せて。あー、よかったね、ビー玉もらったね。ビー玉買いました。うん、何飲んでんの、リカパパ。冷たいブドウジュース。冷たいブドウジュース、美味しそう。本当ですか？美味しい。これ和菓子のお店かな。わー、とっても綺麗。くずまんじゅう、水羊羹も美味しそうだね。めっちゃおしゃれな建物増えたね。レディースのふんどしってこと？初めて見た。ねえ、初めて見た、ね、あそこの赤い席いいね。ちょっとあの VIP みたい。あ、ほんと、はちみつ屋さん。へえ、シフォンケーキだって。シフォン、チーズシフォンのサンドイッチ、めっちゃおしゃれ。芋、高級芋菓子清水って、冷やし焼き芋。へえ、白鵬山いいね、ほんとに。この古い感じと新しい感じとね。僕らが今住んでいるスウェーデンや前住んでいたロンドンでは、路上でお酒を飲むのはご法度。こんな風に飲みながら歩くのがとても新鮮で美味しかったです。そしてリカパパが気づいたのがこちら。タバコを感じる、昭和を感じるタバコ屋さん。そうだね。ね、見てみて、盆栽も売ってる。たこ焼きはやっぱりうまそう。そして何か楽しそうなものを見つけた息子くん。何してんの？そこ通れる？え？頭く引っかかんじゃない？通れた。いや、パパも行けるかな。レカパパは行けないと思うよ。おじさんに忖度してるの。ああ、
曲げわっぱがある。暑さと人混みでちょっとお疲れの様子の息子くん、ちょうど他のいとこたちも合流するってことでアイスを買いに行くことにしましたよ。ふたりパパ、3年ぶりのおじさんに緊張気味の息子くんなのでした。ねえ、これこのアイスどうだった？アイスの実ちょっと、もう息子くんは暑さで食ったり、初めてじゃないのこれ、ね、前食べたことあったっけ。息子くんには上は28歳から下は小学校5年生までのいとこたちがいるのですが、たくさん構ってもらえて楽しそう。はい、そうでしょ。はい、こうでしょ。この日は全員集合とはいきませんでしたが、日本のいとこたちと記念撮影。はい、チーズ。ただスウェーデンにはないこのお祭りの雰囲気、息子くんにはいい刺激になったのかなと思っています。でも夜はもっと人が増えそうということで、一旦お祭りは後にしてお家の近くで花火をすることになったのですが、まあその前に乾杯。乾杯。お祭り、お祭りいいね。お祭りは、まあ、もちろんビールとチューハイを飲むんですけど、うん、ベストはワイン。あ、本当？なんで？あんまりトイレ行かない。そうだね、トイレ探すの大変だもんね。あ、来た。なんか何、どうした？パパたち一緒にいたかった？暑いね。これからはどう？帰る？多分もうちょっとしたらもう帰って、あの花火するって言ってた。これ20枚いくの？そうそうそう。え？お、来た。そして花崗山を後にした二人パパ家、この後はみんなで花火です。日本のいとこたちと手をつなぎ公園に向かう息子くん、大好きな花火ということでワクワクのようです。みんな入ってる？入ってる？みんな入ってる？はい、行きます。はい。待って、みんな入ってる？オッケー、じゃあピー、はい、チーズ。はい、ありがとうございました。じゃあサムネ。サムネにはしんけどね。3年ぶりに過ごす家族との夏の夜、僕ら2人パパはもちろん息子くんもまた一つ、いい思い出を作ることができました。さーて、来週の二人パパは？リカです。なんだかお祭りに行ったのが随分遠い昔のよ。でも前の動画でも言った通り、僕は日本のお祭りが大好きなので、三尾の家族と一緒に生きて本当に良かったです。ただ
この時は息子くんのおじいさんおばあさんはご一緒できなかったので別の日に会いに行ったんですよ。さて次回は僕の夫のギフボートの一日、サーモンだけの回転寿司、すぶ濡れ迫力イルカショーの3本です。また見てくださいね。Sten, sax, påse, vad blir det? I love you. Hattari pappa.